メキシコ代表スタメンの今季 MLB 成績。やばい。めちゃくちゃすごいやん。日本人はちょっと舐めてる感あったよな。現時点でこんな成績残すような奴らやからな。まあ日本と同等レベルか。アロザレーナエグい。やっぱレフトのやつが別格なんやな。上位打線はバリバリのメジャースタメンか。ヌートバー、吉田、大谷がおるんやぞ。日本のが格上や。正直メジャーリーガーいなかったらワンサイドゲームだったよな。NPB 組だけでメキシコ戦で積んでたわな。アロザレーナって地味に化け物だよな。こいつだけはメジャーでもトップクラスや。普通に負けると思ってた。あの日はアロザレーナの日だと思ってたけど、ただの実力通りの試合だったよな。投手がね。サンドバル、3勝4敗、防御率 3.42。リリーフガチガチなら負けてた。オスナ出さなかったソフトバンクのおかげやね。あれは侍ジャパンでも打てんわ。ドミニカやベネズエラよりマシやけど、相当手強いメンツだったな。